市原誠さんの詰め将棋2朝活3節目オンリー50問1本勝負やっていきたいと思います。ちょっとね、やってる時間がいつもより遅いんで、朝ちょっとね、起きれなくてうだうだしてしまったんで、6時半からラジオ体操に行きたいんで、まあ、20分で解けたら6時10分、そこから着替えて出れば間に合うかなって形なんで、まあ、20分以内にね解きたいと思います。それでは行きましょう。途中で苦手な問題があるんで、そこをいかに早くクリアできるかがポイントかなと思っております。3二金、コーヒーを飲みながらですけどね。3三馬の2三金、まあ朝の調子を調べるっていうのにも結構おすすめっちゃおすすめなんですけどね。5四飛車、まあ、しかも広告がほぼ出ないっていうのがおすすめです。4買えってことなんですね。4二金毎回言いますけど、3四馬の2六竜、2一角の2二金、まあ全然関係ない話ですけど、アベマでね、叡王戦3局の解説早く来てくんねえかなってめっちゃ思ってるんですよね。一緒指したいんでね、勉強になりますから。1一飛の2二金、3三金の2四飛車、あれアホ2三でこういうのですよ。これが眠いからみたいなので言い訳にしたらおしまいですよね。で1二銀、よし、1三竜の2三角成、3四角の4四金、3三馬の3四金、1三飛車の3三竜、これね、これが苦手なんだよな。1四飛、苦手なのをね克服するとね、よっしゃってなるんですよ。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、3五金、1三竜と、3竜同玉の、2四金ですね。3三竜か、で3三、1二桂の2三ならず、3二馬の2二銀成、2四角の2三金、1四飛車の2六竜、これが苦手なんですよ。まあ1二、そうだね、そっちして、そうか、こっちの1四か、下の方にもっとね手筋を覚えたいですね。今だったら手筋って何ででも学べますからね。いい時代ですよ。で5二竜、
と11飛車の22金これですよね。なんでこれがこの苦手なのかな。ちょっとそ違う龍です。1で22金後ろに角打つっていうのはで後ろから攻めて上に上段に詰めて金打つっていうのは結構王道ですよね。同飛の馬でいいのか。15金。13飛車なりの23金。筋に縛り付けね。1-3角なり同金の2-3金。1-2ですね。1-2飛の2-2角なり。ここですね。ここは早く解けるかが勝負だ。と言って13でもないですよね。いやー、なんでこれが思いつかないんだろうな。理解してないからですよね。自分で理解してるつもりでも全然理解できてないからこの俺なんですよ。いけないですね。自分の中でしっかりと理解できてないからそんなことになるんですよね。
車が邪魔って邪魔する。調子が悪いんですよね。頭がうまく働かないから集中力問題だと思うんですよ。シンプルに。三角の二三金、二一流の二二金。いやタイムとしてはそんなに悪くないんですけど、やっぱ途中で2問3も引っかかっちゃうんで、やっぱそこの復習をねやらないといけないやらないといけないって言って放置して、そのままやっても結局同じ形で、ミスるのは答えが出ても頭で理解できてないし、そこの手筋が読めてないからこんなことになるんでね、きっと、頑張っていきたいと思います。